パチンコ依存症になるとどうなるか、パチンカスの実態、賭け事をやめることができない人たちをギャンブル依存症と呼ぶ。その中でも特に多い依存症がパチンコ、パチスロ依存症だ。パチンコを打ち続けるヘビーユーザーたちが業界を支えていると言っても過言ではないが、依存症の深刻さは年々増している。今回はギャンブル依存症の実態と合わせてご紹介していきます。依存症問題とは、依存症問題においてまずやり玉に挙げられるのは圧倒的にパチンコ、パチスロである。パチンコ店は至る所にあり、毎日いつでも気軽にできるという点が依存症に結びつく。初心者が少ない元手で大金を手にする。大当たり演出が頭から離れなくなる。大金を手にすると働くのがバカバカしくなる。こういった典型的なビギナーズラックから入り、後に依存していく。金銭感覚が麻痺してくる。負けが込んでくると取り返さなければいけないという思いが強く湧き、一発逆転を狙ってしまう。最初の出玉感を知ってか、また同じことが起きると信じきっているため投資がかさむ。ギャンブルはエンドルフィンを無理やり絞り出すため、1万円の価値がコンビニで使う100円の買い物に似た感覚になる。またその紙幣1枚を得るための労働がいかに大変であるかも想像できなくなってしまう。その日のその瞬間のほんのひとときの快楽として、エンドルフィンを獲得するための手段となった紙幣を投入し続けるのである。情緒不安定である。負けが込むと生活費、貯金にまで手をつける。最終的には借金をしてまでギャンブルに使ってしまう。こうなると日々の生活が苦しく、情緒不安定に陥る。家庭を持っている人間であれば、家庭内はギクシャクし、妻との関係も悪化する。不安から寝不足、イライラを発症し、それを解消するためにまたギャンブルに打ち込んでしまう。パチンコをするために嘘をつく。依存症になると仕事を休んでパチンコ屋に行ったり、借金をしているのにしていないと言ったり、パチンコをするために平気で嘘をついてしまいます。パチンコをするための嘘は、パチンコをする時間やお金を手に入れるためのものです。あなたの周りに仕事や家庭をないがしろにしてまでパチンコ、パチスロをする人がいたら、ギャンブル依存症の可能性が非常に高いです。専門の病院に連れて行ってあげましょう。ギャンブル依存症テスト。最後にギャンブル依存症テストを行います。1. 興奮を得るために賭け金の額を増やしギャンブルをする欲求を持つ。 2. ギャンブルを中断したり中止したりすると落ち着かなくなる、または苛立つ。 3. ギャンブルを制限する、減らす、または中止したりするなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある。 4. しばしばギャンブルに心を奪われている。例、次のギャンブルの計画を立てること、ギャンブルの元手を得る方法を考えることを絶えず考えている。 5. 苦痛の気分、例、無気力、罪悪感、不安、抑うつの時にギャンブルをすることが多い。 6. ギャンブルで負けた後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い、失った金を深追いする。 7. ギャンブルへののめり込みを隠すために嘘をつく。 8. ギャンブルのために重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし失ったことがある。 9. ギャンブルによって経済的にどうしようもなくなり、他人に金を出してくれるよう頼む。パチンコ、パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。以上、パチンコ依存症になるとどうなるか、パチンカスの実態、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。